これから植木の寒さ対策についてお話しします。植木によっては寒さに弱い木がありまして、中でもそうですね、一番多い木がですね、ソテツという木があるんですが、それはまあ寒さに弱くて、まあ暑さに強いっていう特徴がありまして、まあ冬はそうですね、ソテツにとっては過酷な時期でもあります。まずは、まあ、人間のように服を着せてあげる形なんですけども、その服に代わるものが、まあ、藁で編んだ菰というものを、ソテツの、まあ、幹とか葉っぱにこうくるんであげるような形を、菰巻きと言います。でそれはですね、木にとってはとても、まあ大事な役割で、寒さから身を守る役目もありまして、直接霜がこう葉っぱに当たったりすると、まあ、人間と同じようにこう霜焼け、まあ、焼けるということで、まあ、緑の葉っぱがこう赤くなったりするのを防ぐ効果が出ますね、はい、それは、まあ、冬の間だけなんですけども、大体11月からそうですね、寒さ、まあ、2月いっぱいですか、まあ、その期間、まあ、その菰を巻いて、寒さをしのぐということで、まあ、寒さ対策ですね、はい、で費用としては3メーターぐらいで、そうですね、1万5000円ぐらいですかね、はい。